はい、皆さん、こんにちは。こんにちこんは。にちは。サブミッタの、短編サブミッタの監督をした木村進です。これをどんな、あれで知ったか知りませんけれども、ご覧にいただいて、本当にありがとうございます。今日はですね、主演女優を務めていただいた、安藤美和さんと一緒に、そうですね、いろいろと振り返って、見たいなと、語りながら見たいなと思います。じゃあ、軽く自己よろしく紹お願介いいたを。します。はい、お願いします。よろ軽しくくお自願己いい紹た介しをます。お願いいたします。皆さんご覧いただきありがとうございます。サブミッタンでチェイスを演じさせていただいております安藤美和でございます。ですね、この度は本当に30日にリリースされたサブミッタン、今 60K を超えるということで、みんなでおおってなりながら 拝見させていただいてるんですけども、本当にありがとうございます。はい、じゃあ今日は思い出話などを そうですね。挟みつつ。一番、そうね。この中で一番いろいろ、すべて、本当に、他にも語ったんですけど、やっぱり、皆さんなしでは、この企画自体も進まなかったと、ありがとうご思っざていいまいるす。ので、その辺のとこもちょっと聞いていきたいと思うんですけども、はい、まあ、あまりずがとうご最ざ初いに、ます。はい。軽くですけど、はい。なぜ、俳優をこう、目指しはい。始めて、この俳優というものを、やっはい。てみようと思ったきっかけとか、また特に、アメリカに来てやっていこうと思った、そのきっかけとか理由とか、そういうのがあったら、軽くでいいんで。ですね、もともとなんかちっちゃい頃からお芝居がすごく好きで、あと、もともと父親がすごい映画が好きで、その影響で映画を見て育ったので、映画が大好きだったっていうこともあるんですけど、あとは人間の心の動きっていうものにものすごくこう昔から惹かれる、明るい部分ももちろん闇の部分ももちろん、なんかこう気になるな、どうしてこの人はこういうふうに感じたんだろうみたいなことを。に惹かれるところがあって、であとは自分自身ものすごくこう感情を溜め込んでしまうというか、エネルギーのやり場に困っていたみたいな人生の時期が結構ありまして、でお芝居演劇ってものすごくこう心の深い部分と向き合うので、ある意味ちょっとこうセラピーみたいなところもあるんですよね、そのお芝居のトレーニングというものって。でものすごくそのお芝居っていうものに惹かれていたんですけども、ただ日本もしやるんだったら日本じゃなくてアメリカだなっていうのは漠然と自分の中であって、で日本でその、親にもちょっと役者をしたいっていうことはちょっと言えなくて 自分の中でこう貯めてお金も貯めて、で来たっていう感じなんですけど。で、その、こっちでその、ね、言葉もわからない中で、こう、お芝居のトレーニングをしていく中で、なんかこう、人間を演じるっていうことって、すごくこう、自分も相手も感化されたりとか、人への理解を深めていくっていう、ものなんだなっていうのを、やっぱりその、深い部分で理解できるようになっていく、自分も嬉しかったし、で、これはあくまで私の個人の考えなんですけど、役者さんってある意味こう巫女さんみたいなものだなと思っていて、神社の神社の何巫て言女うんだろう、さん巫ね。女さんっていうか、イタ御コさんですね、託。ごめんなさい、巫女さんじゃなかった、イタコさん なんかこう自分の、豹変する方。トランスっていうかね、憑依じゃないけど、その自分の体と魂を使って一人の人間を作るというか演じるという、ある意味こう、なんだろうな、そのヒューマニティというかね、人間への理解を深めるっていう、お仕事だなと思っておりまして、で、それで何か、それをなんかこう見てくれた人が感じて、なんかこう感動したとか、なんかこう何かを得ていただけたら、それはすごく嬉しいことだなと思っていて、で、そういうことの積み重ねがあって、なんかここまで。来たというか、そんな感じ でございます。
答えになってるかな。あ、なってる。まあ、ありがとうございます。はい、すごく、わかりやすい答えだった。お父さんが映画好きだったの初めて聞いたな。お父さんめちゃくちゃ好きなんですよ。あ、そうなんだ。しかも、まあ、日本映画も好きなんですけど、まあ、ハリウッド映画が大好きで。うん。なんかちっちゃい頃から映画館に連れて行ってもらってて。あ、そうなの。そうそう、ジュラシックパーク見てなんか大泣きしたりとかしたのすぐ覚えてます。あ、じゃあお父さんの影響があったから他の国の映画とかじゃなくてアメリカって、うん、アメリカっていうのがあったんですね、なんかね。あ、それ面白いですね、うんうん、うちは母親の影響で映画好き。あ、そうですよね、うん、そうそうそう、お母さんすごいこうなんかこうイケ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 でしたね。イケイケっていうか、うん、なんか押してくださるというか。うん、最初に映画が好きだって言ったら、じゃあこれとこれとこれこれ見なさいみたいな感じで結構どさっとこういろいろ言ってくれる人で、そのなんか映画の雑誌を買ってくれるようになって、うん、でそれを見てから、でその映画の雑誌の後ろの方にこう試写会の募集とかがあるんですけど、うんうんうん、それを応募すると結構受かるんですよ。なんか多分募集がないのかな、よくわかんないけど、それでなんか試写会とかで映画見になって、でもう一つはそのビデオレンタル全盛期だったんだよね、俺がその映画好きになった頃っていうのが、うんうんうん、だからすごく中学校はだから中高はレンタルして見に行く、劇場で見に行くっていうのを本当にやってて、うんうんうん、まあでもやっぱハリウッドが多かったかな、ニューヨークの映画がやっぱ好きだったんだけど、うんうんうん、やっぱりなんかアメリカの映画でしたね、そういう意味ではね、うんうん、そうそうそう、映画の影響があるんですね。そうですね、うん、で、じゃあ、まあ、そういういろいろあって、ここちらでキャリアを積んでいるときに、はい、どういう、表紙でこのプロジェクトに関わったかっていうのを、まあ、聞きたいんですけど、はい、まあ、俺から簡単に言うと、一度、皆さんと、別件で お会いしたことが、そうですね、セットでお会いしたことがあって、うん、それで、なんだろうね、なんかこう気になってたっていうか、なんかこう多分すごく記憶に残ってたんでしょうね。うんうん、それすごい嬉しいですね。うん、なんでか俺もそのセットに、その、なんていうの、撮影として行ったわけじゃなくて、もともと編集の仕事をしているので、うん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 、立ち会いとして呼ばれて、たまたま行っただけなんですけど、うんうんうん、だから普段あんまりそういうセットに行くこともないし、日本の仕事が来ることもなかったから。で、行った時に、お会いしたのがなんか記憶に残ってたんでしょうね。うん、で、こう、なんだ、Facebook とかなのかな、なんかシアターやってらっしゃるのとか、うんうん、見てて、それでこの映画のことをこうちらほら考え出すときに、うん、多分ね、IMDB だと思うんだけど、IMDB でリールを見たんですよね。うんうん、で、リールを見たときに、この人のこの、うん、ちょっと目力はちょっとすごいなって思って。すごい嬉しい。そう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 。で、ね、だ途中からこう、もう書いてる途中でもうこう、宮さんありきのなんかこう、感じになってったんだよね。いや、嬉しい。うん。それで、できたときに、うん、いかがですかって言って、脚本を送って、それで一回オーディションっていうか、まあオーディションっていうか、こう、ビデオの、そうですね、ビデオで。うん、いただいて、はい、で、はい、それをもう送っていただいた瞬間に、ああ、もうこれだと思う。確信して、うん。ドキドキしてたんですよ、でも。連絡来るかな、来ないかな。そうか。そう。っていうのは俺からは、この、あれはこんな感じなんですけど、はい。宮さん的にはどうでした？この、最初にこう、俺がこう話をかけたときとか脚本を読んだときとかっていうのはどういう感じで受け止められました？すごいね、すごい台本を送っていただいたとき、読んだときを覚えてるんですけど、ちょうど私そのとき日本に里帰りをしてまして、うん、たまたま東京にいて、東京の友達のお家に泊まってたんですね、うん、で私たまたま一人でこう台本読んでて、でバーって読んで、うん、うわやりたいこれってすごい思って、うん、でその時のそのチェイスの役柄と、うん、そのなんというか
その家族を養うために自分の心をこう犠牲にしていたチェイスが、うん、その時のなんか悶々としていた自分とすごい重なったんですね。でなんかその自分その時の自分の心境がなんかこう表現者でありたいのになんかこう望む形で表現を届けれていない自分とか、うん、なんかこう悶々としていた自分と重なったりとか、うん、で最後にこうチェイスが自分の信じるものに立ち上がるっていうところで、うん、なんかこう、うん、でなんかこうその私声を取り戻す人だと思ったんですね、その時に、うん、チェイスの役柄が、あ、この人は自分の声を取り戻したんだなっていうことを感じて、うん、で私もそんな人になりたいってすごく思ったんですね、うん、その時の。でまあ、その何だろう、その自分の、ね、今まで生きてきた中でのいろいろな経験だったりとか、うん、でなんかこう自分で自分をこう檻の中に閉じ込めちゃってる心境だったりとか、なんかそういうのってそれぞれ自分の中にあると思うんですけど、皆さん、うん、なんか私はその時にすごくなんか こうしたというか、その役柄に、うん、めちゃくちゃやりたいと思って、うん、ですぐ帰った時にオーディションテープ取って、それがねちょうどお正月明けの多分2日か3日ぐらいに送ったのかな。そうでしたっけ、うん、お正月明けにね、うん、あったかな、うん、多分もうちょっと経ったかな、うん、2019の正月とかかな。じゃあそうだ、3日ぐらいにね多分 LA でオーディションやるんですって言ってたから、多分その前、あ、2020年か。そう、2020年、20年の2月に撮影だった。あ、そんな早くねえか、うん、じゃあ19年か。19年だ、19年ですね、うん、そうそうそう、19年で、うん、で、そうです、そうです。で、で、実家にいたから、なんか、照明とかかき集めて、お母さんの部屋とか。あれ、実家で撮ったの？そう、実家で撮ったの。ああ、そうそう、そう。で、そう、送って、で、多分ね、うん、1週間だったかな。1週間ぐらい、ちょっとそわそわしながら。そわそわ。そわしながら、しながら。うん、待ってて、うん、でメール来た時はすっごい嬉しかったですね。ああ、ありがとうございます。いやー、こちらこそですよ、本当に。うん、そうですね。そうだね。はい。で、キャストをさせていただいて、はい、で、こう撮影っていう感じになっていくんですけど、うん、はい。撮影中、まあ、そうですね。だリハーサルあたりから、はい、まあ、俺が、ね、一番印象に残ってるのは、はい、本読みしたじゃないですか。あ、はいはい。本読みで、うんうん、まあ、俺その当時ユニバーサルっていう映画が、そうですね、ビルで働いてて、うん、そこをフル活用してて、ミーティングというミーティングをそこでやりまくってて、うんうん、で、同僚もみんな俺がいろいろやってるのを知ってても、あんまり、うん、何も言わずに手伝ってくれてたんだけど、うん、そこでこう部屋コンファレンスルームみたいのがあって、そう、あれはみんな感動してましたね。そうだね、あれはすごいいい眺め。あれ昼やったの？昼だった？昼、夕方？昼？でもなんかお昼過ぎぐらい、デイライトだったんですね。デイライトでしたね、うん、あの景色がすごい綺麗に見えたの、うん、それでその本読みをしたんですよね、はい、その本読みの時のもうなんかその感情のそのなんていうのかな、入れ具合がもうなんかもうそこですごすぎて。え、本当ですか？あ、覚えてない？めちゃくちゃ嬉しいな。いや、俺はもうあのビデオ見た時に、ああ、もうそこで俺もう超半泣きみたいな感じだったから。そう、多分ね、あれ他の人たちもみんなすげえなって思ってたと思うんだよね。そんな感じ。本当ですか？うわー、うん、嬉しいな。なんかでも私はなんかこう初対面だったから、ほとんどね他のキャストとかもなんか結構ドキドキしてたところもあって、うん、あ、そうかい。そう、でも楽しい感じでリラックスはしてたんですけど、うんうん、でもそんな風に感じていただけてたって聞く、もう改めて聞くとめっちゃ嬉しいですね。いや、あの時に、あの本読み聞いた時に、あ、来たっていう、うんうん
いや、よく話聞くじゃないですか。キャスティングイズエブリ、なん、キャスティングイズ、なん、なんとかって。キャスティングするのが、うん、キャスティングが100うまくいけば映画うまくいくみたいなの言うじゃないですか。うんうん、あ、もうそういう時に、あ、これはうまくいくなって、だから、それで思ったっていうのはあって。うん。あとは、だからその、いやー、めちゃくちゃ嬉しい。あと、俺が思ったのは、その、うん、あの、お母さんがお母さん役 やるから子供たちがいるわけで、子供たちとその関係がこううまくいくかっていうのをあの、うん、だけちょっと気にかけてたから、うん、でほら一回あのももこちゃんと一緒にねあの、はいはい、なんつうの夜モールデートそう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 あれ楽しかったですねあれ乗りましたねメリーゴーランドそうねそうそうそうあれ楽しかった、うん、なんかそういうのも入れた方がいいなと思って、うんうん、あれも楽しかった、ね、あ懐かしいそうだよねあんなことやったんだよコビット前っすよあれめっちゃ懐かしいコロナ前であれねえほんとほんとそうだ、うん、あだからそうだからそういう BC ですね、うん、BC AD 前の BC AD 前の、BC、そういう経験も含めてどんな感じでした、はいあのどんな感じっていうのはその、まあ、撮影も、まあ、全部含めてでいいんですけどその、まあうん、キャストされてこう、うん、撮影がこう終了するまでのこう心持ちとかあのあなんかね当じて、うん、通じて どんな、うんうん、どんな感じどんなエクスペリエンスだなって思いましたなんかねちょっと長い話になっちゃうかもしれないんですけど、うんうん、あのね私が自分自身でその役いただいた嬉しいですってなってた自分とその今の自分が多分すっごい、うん、なんだろう一歩歩いてきてなんかこう結構違う人になってるっていうかなんかその時の自分なんだけど、うんなんかすごい遠くの自分を見てる感じっていうかその当時の、まあ、ACBC っていうのもね、ACBC、もちろんある、あると思うんですけどああだからその、あのねあのチェイスという役柄に、うん、もうこれ多分すごい何回も多分進まないやったりなんですけど、うん、あごめんなさい、うん、動いちゃった、うん、チェイスっていう役柄にその表現者である自分っていうのがすごく感化されたので、うん、あの そのなんかこうそれとずっと一緒に歩いてる感じなんですよね、うん、本当にで、うん、あのなんだろうなそのすごくお仕事っていうかその、うん、ファミリーというかなんていうんだろうなすごくこう近いところから接してくださってるじゃないですか。このすむさんもそうですし、そのチーム自体がすごいファミリーみたいだなって私はすごい感じてて、うんうん、みんな仲いいし、いろいろね、もちろん撮影の時とかね、うん、あったけど、なんかそれを、あの、今振り返ると、すごいなんか旅だなって思いますね。うんうん、ジャーニー、本当ジャーニーだし、あとは、その、役者というお仕事ってどうしてもこうあの他の方に依存しちゃう部分がすごいあると思うんですけども、うん、あのやっぱお仕事いただく立場であることが多いので、うん、あのそのチェイスを演じさせていただいたの同じぐらいでやっぱりその自分発信で表現したいっていうのを強く思うように、うんうん、なってで、うんでもうその部分がずっとその育ち続けてるので自分の中で、うん、その種をこう撒いてくれた、うん、植えてくれたそのチェイスという役柄とスムさんには本当に感謝しております、うん、ああいいえ本当にありがとうございます、うん、なんか前言ってたあのその、うん、なんていうのこれはあの一般的っていうかその、うん、これだけに限らずの話なんだと思うんだけどその、うんうんキャラクターが自分の中に、うんどっかに生きてるって言ってたじゃん。ああ、うん、そうですね、そうですね、うん、生きてますね。なんかこう、うん、いや今の話を聞いてるとなんか感覚としてはなんか、うん、友達がずっと一緒にいるみたいな感じなのかなって。友達っていうかね、なんかね、あ友達がいるっていうかね、なんか私チェイスチェイス私みたいな。チェイス私チェイスみたいな。
そうそう。あ、友達っていうか、そうですね。なんかこう、私の中でヒーローなんですよ、チェスって。ああ、なるほどね。ヒーローヒーというロー存在なんですね。とヒーロー的存在で、で、なりたい自分像にすごく近いんだなって私の中では思っていて、そうですね、ヒーローです、チェイスなるは、これは。ほど。なんか面白い感覚だよね。なんかそういうのやっぱ俳優ならではの感覚なのかもしれないですよね。そういう、こういうものっていう人物像を一緒にね、そこに入ったり出たり、入ったりする感覚を持ちつつ生きていくっていうかさ、なんかすごい面白いなって思うな。自分はそういうことできないから。でもなんか、でもね、なんかこう、なんだろう、進さんとその役について話し合った時に、いろいろこう、進さんも、音楽とか、その自分が読んだ、ね、本とか、その文章をシェアしてくださって、で、なんかこう、僕になってくださいっていうふうにそうっす。お願いをいただいて、そうですあれはね。でもすごいなんか嬉しかったですね、なあ、んそうですか、か。役者として、すっごい嬉しかったです。俺、何言ってんだと思ったけどね、俺になってくれってどういうことやねみたいな。いや、でも本当に、まあ、見てる方には、あれかもしれないけど、本当に自分が、経験したこととか、これは僕の話ですけど、僕が経験したこととか、僕も、なりたい像なんだよね。こういう決断をしてほしいなって、こういう状態になった時に、こういう決断をできる自分でありたいなっていう理想の形なんですよ。そうですで、ね。それを、俺じゃない方にやってもらおうっていう、なんか変なとこから発生してるので、だから、基本的に俺なんですっていう。お礼になってくださいっていうのをお願いしたのは、思えてます。すごい覚えてます。なるほどね。はああ、い。そうか。なんか感動しちゃった。なんかこう、撮影が終わった後に俺になってくれてありがとうってことを言っていただいたんですよね。いや、本当にあ りが終わとっうたです。時、ラップしたっつって、ラップお疲れ様でしたってなった時に。あれはね、もうなんかちょっと感動でしたね。今もちょっとうるうるしてきちゃうかあ、な、ほなんんと？か考えると。なんかいや、やっこぱりだってさ、なんかその、ちょっとおこがましいことじゃないですか。その、自え、分、そうですか？わかんないけどね。なんか自分でこう、作ったキャラクター、しかもほぼ自分みたいな感じで作ったのを、自分の考えで行動とかも自分で書いて決めるじゃない？この人はこういうべきであるべきだって。で、それをその、自分がやるなら私も他の人にやってくれっていうのがなんかすげえ、なんつうの、おこがましい感じだなって思いながら。全然そんなことないですよ。でもなんかやっぱり、なんていうのかな。俺じゃないから、やっぱりね、その、あ、これはいい、前、この話はしたかもしれないけど、やっぱりね、最後のね、その、こう手を強く握ってこう、あれやるじね、ゃないですシーか。ンね、俺何回も編集してる時に思ったけど、俺ここまで強くいかないなって思ったの。俺が自分がもしあれだけこう決めててこうだとしても、なんか、あそこまでこう強く表現できるっていうのは、多分、ミーアさんがチェイスとして作った像なんだなっていう、だ割とちょっとだから、こう、俺からこう一人、歩きしていくような感覚を、なんか、思って見てましたね。特に最後のシーンは。それは嬉しかったです。やっぱ自分じゃできよないんかじゃない？それは。った。それは本当に嬉しかったな。で、じゃあ、次に移って、そしてまあ、こう、完成しました。完成。まあ、だい完ぶ成しま長しいた。ことかかっちゃって、本当。お待たせいしやいましや、たんですいや、が、もう全くライトタイミングでしたね。ずっとそれは本当にありがたかった。ずっとそういうふうに言ってくれて、もう言い続けて、本当そう、よかった。時期が来るから大時期丈が。夫です。そう、タイミングがね、本当にだからさっき皆さんも言ってたけど、誰一人なんかプレッシャーにしてこなかったじゃない？
だから、あ、そうですね、どうなってますとか、多分誰も言わなかったですね。まあ、キャメロンがなんかちょこちょこっと声かけてくれたことはあるけども、うん、なんかこう、うんうん、まあ時代、その時期も時期なんだろうけどね、まあ、時期も時期でしたね、まあ、すごかったですよね、あの時は。うん、なんか、すぐ作ってすぐ出せるっていう状況でもなかったから、うん、で、出してもどうなんだろうっていう、ね、うん、映画祭とかもできる状況じゃなかったし、うん。うん、だすごいいいタイミングでできたといえば、そうかもしれないし、うん。うん、で、だから、何を言おうと思ったんだっけな。あ、だからその完成、こうして、うん、それで、うん、まあ、去年1年間は本当に映画祭にね、うん、いろいろ呼ばれたり、ね、もうありがたいことね。うん、で、それを本当にこう一緒にね、あの、はい、体験しても、体験してから一緒に、あの、応援して、で、本当に、あの、自分のことのようにね、自分の作品、まあ、自分の作品なんだけども、自分の作品も自分の、うん、俺も、うん、俺が思うぐらいの気持ちでこうやっていただいて、本当にありがたかったんですけど、うん、あの、うん、どうですか、その完成後、実際にこう見てみて、経験してみて、うん、こういう反響を聞いてみての、うん、こう今の気持ちというか感想っていうのは何かありますか？なんかおーって感じですよね。本当にあの本当にあの もうもちろん信じてたんですけど、もう絶対ライトタイムだから絶対大丈夫あのっていうのはなんか確信があって本当に、うん、でもやっぱりそれは正しかったんだなっていう、その自分がすごく嬉しいところもあるのと、うん、あとやっぱでもそのこういうふうにダストにね、あのフィーチャーしていただいて、こんなたくさんの方に見ていただいてっていう展開は2年前の我々は多分想像してなかったじゃないですか。そうしないです、うん、ね、だからなんかその今の自分から昔のその時の我々にもうん、アホってあ、よかったねか。まあ、俺は自分にはアホって言ってるけど、よかったねって、頑張ったねって、うん、あ、確かにね、うん、そうだね、うん。なんか本当にもう幸せだなと思います、うん。なんかこんなに幸せなプロジェクトだなと、本当に。うん。すごいありがたいなと思う、うん。うん。いや、本当にそうですね。だって、あの、うん、まあ、あの、ご覧の方は多分全く知らないと思いますけど、その、はい、COVID が、COVID の、コロナの、前に撮影して撮影が終わって、で、コロナになって、ね、はい、街がこうシャットダウンになって、で、僕が一人で、はい、まあ、まあ、別に俺がなんか一人っていうのは、その、うん、みんなと仕事できなかったからとか、そういうわけじゃなくて、そうそう、俺が編集をするってなったんで、うん、ねうん、こう自分で編集。しかもあの、ロックダウンの時期に。そう、ロックダウンの時期。で、あの、うん、ビジュアルエフェクトがいろいろ時間かかるっていうのも分かってたし、うんうん、で、音楽入れたり、やっぱり自分ポストプロダクション出身なので、あの、どれだけのことをやらないと、こう、うん、いいものっていうふうにできないっていうのは、なんか感覚的には分かってたから、バジェット的な面でもそうですけど、うん、これはちょっと時間かかるなとは思ってたのね、はい、うん、はい、でプラスやっぱり COVID のことで、まあ、経済的にもそうだし、うん、あの精神的にもそうだし、うん、あの、まあ、いろいろ俺も、ね、そうだ、俺もいろいろ参ってたんです、うん、ですよね、やっぱね、だから、うん、やったできたっていうのが、完全に完成したのが去年の10、うん、違う、2021年の11月なの、うんうん。で、その時に、ああ、やっと完成した、よっしゃっては思ったけれども、うん、やっぱりまだ他の人にこう触れてなかったので、うん、なんか疑問が生まれ始めて、もうこんなん誰も見ねえよって思ってたの、思ってたんだよね。で、うん、で、その時期、今から見て、うん、さっきアホって言ったのは、その時の俺に対してのアホなんだけど、うん、その時からすると、ずっとまさかこんな6万人もの人が、ね、あの3日間で見てくれるような作品として認められるようになるとは全く想像してなかったです。うん、いや、うん、でもね、あの、それはもうここまで来たのは、ほんと、すすむさんの、うん、もうパッション。と熱量がもう導いたと思うんですよ、うん、本当に。あとはみんなが もちろん乗っかって、わー行くぞって、その後起こしっていうかね、うん、私もこう、っていう、もちろんそのすごいパッションを、あの、持ってさせてはいただいたんですけども、やっぱそこをずっと引っ張ってきたのって、
うん、あのやっぱ7年間という、うん、ねえ、うん、だ0歳の子が7歳になるんですよ。7年って。すごいことですよ。いやその熱量がやっぱここまで6万人が見る作品になったのはそこだと思います、本当に。うん、私は声を大にしていたい、そこ。ありがとうございます。本当に。一番最初の原因になった、うん、その、ある DVD があるんで、うん、映画があるんですね。ハンナ・アーレントっていう映画がある。はい、まあ、この話したと思うんだけど、はい、出た映画ですけど、はいはい、これをうちの息子と、あの、図書館に借りに行ってる写真があるのね。その時のうちの息子は、うちの息子はもうこんぐらいですよ。だから、あの、可愛いもんめっちゃ可愛いわって、その時の写真見ると、それが今見るともう人気もういいお兄ちゃんになってて、お兄ちゃんになって。で、この間も、あの、おとといかな、なんか、YouTube こう見せて、この時3万人ぐらいだったのかな、3万人ぐらい見てるよとか言ったら、うちの息子は、よかったね、とか言って。かわいい。よかった、ね。親かみたいな感じで。よしよしみたいな。そう、よしよしみたいな。でもやっぱそのお父さんの苦労をずっとやっぱね、見てて、何も言わなくてもきっと感じてると思うんですよね。でしょうね。あの子供ってやっぱすごい鋭いから、全部見えてると思うんですよ。うん。あの、言わないだけで。うん、あ、だからやっぱり、ねえ、あの、すごい嬉しいんじゃないかなと思います。うん。そうかもな。うん。いやー、なんか、感動、感動。そうだね。で、その、あ、じゃあもう一個ごめんなさい。その映画、うん、じゃあ映画、スペシフィックに映画に関して、うんうんうん、その自分の、こう、チェイスというものが、こう、はい、スクリーンに映った、今、はい、を見て、うん、どう感じます？そのチェイスっていう役に対して、同じ。そうですね。うん、あのもう本当何十回、多分100回以上は絶対見てて、もう進むさんなんか多分何千回、まあうちらが一番見てるでしょう、それはまあそうですよね。すっごい見てると思うんですけど、私も、うん、あのね、やっぱ最初は役者としての自分が気になるから、うん、ちゃんとここできてるかな、チェイスとしてとか、ちゃんとここは伝わってるかな、この表現でとか、結構やっぱちょっとこうクリティ、あの批判的な目で、うん、批判的というかその、うん、役者である自分の確認作業みたいなところで最初は何回か見ちゃってたんですけど、うん、やっぱそれをこうもうあのその作業も終えて、終えて、うん、もうやっぱものすごいやっぱ結構見てるので、その作品とも、うん、あのもうこうなってくると、うん、あのこうなってくるとこうなってくるともうこうなってくるとですね、うん、あのもう見るたびに感動しかなくなってくるんですよね。あ、そう。うん、へえ。俺もそうだよ。でも今いまだに見て自分で、うん、なんかね、やっぱ泣けてきちゃうんだよな。うん、私もやっぱ自分が泣いてるところで泣いちゃうんですよ。そうそう。でも俺それってさ、なんか昔はそういうなんか自分の作品とか自分の見て、うん、ほらなんか。見ないとか言うじゃないですか。なんか自分の人に、あ、見ない、あ、俺、私見ないんで、みたいなのをよく話を聞きますね。そういう人もね、うん、あの。そういう作品も中にはある、あったりもするかな。まあでも一応でも見ますね。見ますね。うん、でもなんか俺、いまだに自分の作品好きだし、なんか、うん、特にまあ他のもそうかもしれない。これはもうなんか、何回でも、うん、見てられるというか、何回でも見ちゃうし、うん、秋は、飽きてた時期はありました。飽きてたっていうか、もう、うん、もう見たくねって。いや、もうだってもう、何千時間使ったんだろうっていうね。うん、その編集もそうだし。そう。編集の方はもうなんかその、だからその、今、宮さんが言ったその作業っていう意味で、うんうん、その監督として、編集者として、うん、あの、脚本家として、ビジュアルエフェクトの一人として、こう、うん、これは OK、これは OK っていう作業として、うん、延々とずっと続いてた中ではやっぱりもういいと思ってしんどいでしょうね。もうやめてくれってなりそう。確かにそう、うん、とはなったけど、もう今こうやって完成してもこう、うん、もう出ちゃうともうなんか普通に何回も見てられるっていう、うん、私もずっと見てますもん。なんかあ、そう、あ、また見てるってなんだろう。あ、また見てるまた見てる。で、日本語字幕で見るとまた面白いんですよね。ああおー、こうなんだ、日本語だったら、みたいな。ああ、なるほどね。新鮮。
あ、そう。で、なんか本当にやっぱ見るたびに、私はですね、感動が深まるというか、なんかこう細部まで染み込む感じがあって、なんかこう、ね、それはやっぱ最初はやっぱさっきも言ったように役者としてやっぱ自分を見てたんですけど、やっぱその、もう作品への愛情がこう増していくというか、あとその作品に込められた愛情の細部が見れるようになるっていうか、ちょっと最初はやっぱ自分の演技はってなってるから、ちょっと狭い視点で見てるんですけど、それがだんだんそのそこからこう抜け出て、グラフィックこんなになってるんだとか、その前、そのズームでの、ず、あの、時間同映セッションでちょっと言いましたけど、その、ご覧になってる皆さん、シンボルをよかったらぜひ見てください。至る所こういうに、線が3はつい、あって、こういうやつですね。そうです。あれはサインなんで、ちょっとネタバレになるとあれなんで、あまりは詳しくは言いませんけども、ああいうところとかですね、あと、道を歩いてる人が、缶乗っかってるトレー持ってたんだとか、なんかそういう すっごい細かいところまで、なんか愛を感じるなと思って見れるところが、なんかこう、ね、自分は以前気づかなかった部分により目がいくようになって、よりこう嬉しい、そんな自分も嬉しいし、そのなる作ほど品に込められたね。愛をより深く見れるようになったっていうところで、新しい発見がすごい嬉しい。あ、この人トレイ持ってたんだみたいな。上からのね、ショットね。人がいっぱいバーン、誰であれ、ネタバラシしていいっすか？の。あ、どうぞ。あれ全部 3D なんだよ。人間じゃないの。本物の人間じゃないの。で、しかも、あれは、俺らが作ったのじゃなくて、あれ売ってる方がいるんですよ。3D の、ショットを、俺、だから、通行人の映像が欲しくて、言ってましそんたなん撮ってなね。いじゃん。で、あ、これはなんとかアーカイブでやろうって決めたんだけど、全く家がなくて。で、もう、この頭上のこのバーズアイビューでやりたいってもう決めてたから、これどうしようと思って、いろいろ合成も考えて、いくつかパターンで、それこそ東京とかパリとか、いろんな混んでるところの、映像をこう合成して、できないものかねとかっていろいろ見たんだけど、結局いいのは一個もなくて、あれが一番近かったんだけど、あれでも何回も見てると、3DD ってね、徐々に分かってきちゃうんだよ。ちょっと今度は今度もう一回目を見る。覚その多分トレイを持ってる人3人ぐらいいると思ます。そうなんだ。私一人が オーリーを探せみたいですね。う。そう、ちょっとだからぼかしたりして、ちょっとあんまりフォーカス当たらないようにしてるんだけど、同じキャラクターが実は何人かいるんです。へえ、ちょっと見てみます。これも面白いですよ。そういう、そう思っそれてる。も面白いですね。ちょっと今度また後で見よう。見るときの楽しみ。でも本当細部まで、見ると面白いし、みんなが本当に頑張ってくれたんだっていう、のはわかりますね。この間のビデオでもちょっと言ったけど、そのコスチュームのエレーナは、映画が終わっ、撮影が終わった時にね、コスチュームデザイナーのエレーナっていう人がいるんですけど、彼女が、出来終わったら、すごい発見があると思うよって言われたんですよ。そうなの？なんだ素晴ろうらとかしい思っですね。て、で、でも実際やってんだけど、実は気がつかなくて 何を彼女が言わんとしてたかが。それで、聞いたのよね、終わった後に。あれは何のことだったのって言ったら、最初のチェイスの登場から、徐々に、こう、彼女の、首周りが開いていくと。そうですね。最初最は初こう、はきちスっカーとフね、スカーフを巻いていく。巻いて。で、それはそのキャラクターが、その最初は、出れれない状況にいたのが、こう、自らのこの、ディシジョンを通して、こう、フリーになるっていうのを、こう、なんていうの？ビジュアルとして表してるのを私が、気がつかないようにやっといたからねって言われて。さすが。すげえさなすと思う。が。そう。ちゃんとさ、脚本読んで、そういう流れをね、感じて、このシーンはこういうふうにこうって、全部ブレイクダウンしてくれたんですよね。
うん、そういうのは本当ありがたいなと思って、みんなの愛が思った作品ですね。ねえ、本当に本当にありがたいです、それは。うんうん、で、じゃあ最後になっちゃうんですけど、はい、まあ、さっきもいろいろね触れてた、その自分のそのアウトプットとかっていう話にも多分リフレクトしてくると思うんですけど、はい、これを、まあこれが終わったと。で、はい、まあ今後、これからどういう感じで行きたいと思ってるのか、また今手のかかってる作品とか、はい、そういう状況もよかったら教えていただけると嬉しいです。はい、ぜひ、ぜひ、ぜひ。はい。ですね、今、その、やっぱ表現ということで、やっぱ作品を作ることにより力を注ぎたいなと思っておりましてですね、で今短編と長編をそれぞれプロデュースさせていただいておりまして、うん、で長編の方はLGBTQ がテーマの、うん、80年代の日本が舞台になっています。で、まあ女の子の目線を通してその差別とか偏見っていうものを見ていく、そのお父さんお母さんとゲイのお友達と一緒に住んでる女の子なんですけども、うん、80年代の日本でやっぱりその女の子はそれが当たり前として育ってるんですけど、やっぱりその周りの大人がそれおかしいよおかしいよっていうことを言われ続けて育っていく、その過程を、うん、通してっていうか、そのまあ、まあ、子どもの目線を通して、そう、差別とか偏見はどういうものなのかっていうことをフォーカスした作品でして、でそれは、うん、まあ、ちょっとゆっくりいろいろちょっとリードプロデューサーさんがね体調崩したりとかされてるので、まあ、ちょっとゆっくりながらも制作をしておりまして、でもう一個の方は短編で、でそこちらも日本が舞台で、まあ、パートナーを失って喪失に苦しむ男性の動きにフォーカスをした作品で、うん、で、それはまあ、メンタルヘルス、心の、動きというか、心の、まあ、健康というか、うん、日本語で言うと、なんかちょっと心の健康っていうか、心の健康。心の健康、健やかさ合ってるのかな、うん、心の健やかさ。ケアっていうかな、心のケアとかね。そうですね、うん、心のケア、にフォーカスを置いておりまして、ものすごく自分も、情熱を注いでいます。なんかその自分もすごくその精神的に苦しい、まあ皆さんね、もちろんその生きてるといろいろあるから、うん、みんなそれはあると思うんですけども、自分も結構そのなんて言うんだろうな、自分のも今まで生きてきた過去が結構そのまあまあね、なんかこうちょっとこう言うと大げさかもしれないけど、なんかこう、まあ、暴力、まあ、分かりやすく言うと暴力、うん、だったりとか、まあ、ちょっとこう、まあ、きついなっていう時期とかもあって、でなんかこう無力感とかにすごく苛まれていた時期とかもあったの で、うん、でなんか日本、特に今自分がアメリカにいるのでより思うんですけども、うん、その日本の人ってやっぱりその恥というものがすごく根付いてる文化じゃないですか、うんうん、でやっぱ弱さは恥だっていうものがやっぱりちょっと残ってるので、うん、なんだろうな、みんなやっぱりその辛いとか苦しいっていうことを言えない人が多いかなと思うんですね、うん、で自分もそのやっぱりその昔、すんごい昔に味わった辛い体験とかを今になって思い出すんだっていうことを思ったりとか、その今になって、あれは辛かったから私は今までずっと我慢してたんだっていう気づくようになったりとか、だから私も結構人にこうやって喋れるようになったんですけど、うん、それまではもうずっと自分の中にもうこう埋もれてるから気づかないかったんですね、うん、ところがあって、でなんか結構私みたいにそういう思いをされてる方も多いんじゃないかなと勝手に私は思っていて、うん、でなんかこうそういう心の動きとか、うん、そういう部分に光を与えられるような作品にしたいなと思っております、うん、はい、
はい、すいません、かっこいい長くなっちゃいました。いやいやいや、で、それを脚本も書いてるんでしたよね。はい、ですね、長編の方が脚本を書いてまして、長編か、うん。はい、長編の方は脚本を書いてて、短編の方は、脚本はもうすでにありまして、はい、私はもうプロデュースと、それは監督もさせて、ね、はい、いただこうと。いやー、楽しみですね。はい、楽しみです。いろいろお願いすると思います。いえいえ、お力添えを。手伝えること、ね、よろしくお願いいたします。手伝えることは何でも、うん。ありがとうございます。うん、あとはそうですね、役者としてはアニメーションの、パイロットのお仕事をいただきまして、うん、まあ、いろんな役、12役、もっといるな、もっといるんですけど、うん、まあ、いろんな役 の、 声の吹き替えをさせていただいているのと、うん、あとはその、自分は作詞家としても活動をそうですね、うん、はい、するようになって、それもでもチエスと出会った。なんか名前ありましたよね。なんていう名前でしたっけ。あ、でもミヤでやってます。あ、ミヤでやってるのか。そのままミヤで、はい、やってるんですけども、今、なんかアニメリカのアニメじゃない、ごめんなさい、ゲームの仕事の、うん、オープニングの歌詞のお話を、はい、いただきまして、で、それを、はい、ちょっとワクワクしながら。すごいね。はい、本当そうですよね。コロナの間もずっと頑張って、はい、ずっとやってらして、すごいなって、うん、自分の作品をちまちま作りながら思ってましたけど。でもね、あれでも本当ね、もうチェイスきっかけなんで、本当に。ああ、それならよかったね。本当、もうね、うん、すごく本当に大きいです。チェイスと出会えたことは、私に。の人生で、うん、いや、そう言っていただけると本当に本当に、うん、はい、嬉しいですね。鈴木さん、はい、鈴木さんどうですか。僕っすか。だからまあ、まあ、そっか、日本語で言ったことはないからあれか。まあ、この映画の、はい、長編を今企画中で、はい、アウトラインが大体できたので、今度はこれを元に、脚本を書いてみようということになってます。で、早く終わらせ、書いて、それを持って企画書と一緒に、そうですね、いろいろ作る努力の方にまた向かって、長編としてこの映画を、作っていきたいと思ってます。うん、で、まあ、他にもいろいろお話をいただいて、一緒にやろうよって、これをもうちょっとシリーズに貸してみるんだったら一緒にやろうよっていう声とかもいただいているので、うん、その辺も含めて大きく考えてはいます。まあ、楽しみです。7年後また 7年、いやいや、そ もっと7年かかるとね。いや、だから今回だから7年もかかっちゃったから、もうもうあとはでも早いと思います。うん、早くなるればいいなと思って、うんうん、います、うん、はい。まあ、それ以外にも、脚本をのアイデアはいくつかあるので、それも書いていって、まあ本当何度も言うようですけど、まあ、本当ね、2021年の終わりには、あ、もうダメだなって思ってた自分がここまで来たということがもう信じられないので、うん、もうこのまま続けていけばきっといいことがあるという気持ちが強くなったので、間違いないです。うん、続けて頑張っていきたいと思いますので、皆さんも、はい、この作品にこう触れていただいたのをきっかけに、今後もこの作品の、成功を一緒に見守っていただけるとありがたいと思ってます。はい、ありがとうございます。ウェブサイトも、できました。サブミッタン .com。はい、皆さん、ここにいる皆さんが、はい、一緒に作りました。くださって、おかげで、素晴らしいウェブサイトもできましたので、そこでこう、アップデートをしていきたいなと思ってるので、はい、そうですね、それも含めて、サブミッタンを今後も愛してください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。ね、この旅路にぜひ皆様もお付き合いいただけると嬉しく存じます。うん、はい。本当にそう思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。何かありますか？いい、大丈夫？いや、言い残したことは。いや、もうこの作品をめちゃくちゃ誇りに思ってます。ああ。ありがとうございます。
しみですね。そうですね。はい。頑張ります。はい。はい。じゃあ、というわけで今日はこのぐらいで終わりにしたいと思いますが、あとそう、はい、もう一個忘れた。ミヤさんの、ウェブサイトはミヤ&.com。.com で、進むさんは、進む木村。あ、俺もそうですね。進む木村。はい。.com でやってますので、はい、今後も、サポートお願いします。以上です。はい。見ていただいてありがとうございます。ありがとうございました。それでは皆さん。またすぐに。またね。はーい。はーい。